CM パンク、CM パンク、CM パンク、1978年10月26日帯は、アメリカ合衆国の男性プロレスラー、総合格闘家。本名は、フィリップ・ブルックス、イリノイ州シカゴ出身、ルーファスポーツ所属。ストレートエッジ、日本語字幕では、金欲主義と翻訳の信奉者で、手の甲に印を描くなど、 自身のギミックにも反映されている。日本のプロレスラーの得意技を混ぜ合わせた、ファイトスタイルが特徴。インディー団体、ロー、イワミッドサウス等で活躍後、トライアルとして、ヒートでのケン・ケネディとの試合や、ダークマッチを経て、WWE とディベロップメンタル契約。バルビーナスとの試合は、スリリングなレスリング展開や、バルを、あと一歩手前まで追い詰めると、 ジョバーの枠でありながら異例なものを見せ。その後、オペで、オペ王座に着くなどの活躍の後、2006年8月1日、ECW の TEV ショーでデビューする。番組内で、ムエタイとブラジリアン柔術の経験者というギミックで紹介され、インディでもなお知られていたため注目された。デビュー戦で、ジャスティン・クレディブルと対戦し勝利。その後、シャノン・ムーは、マイク・ノックスと交想。 徐々に実績を積んでいく。同年、サバイバーシリーズで、デラックスチームの5人目として、PPV 初参戦。その後、ディセンバー・トディスメンバーに出場し、ECW 王座に挑戦するが、王座ダッシュとはならなかった。翌年1月9日のショーンデバリ戦で敗れ、シングル戦での無敗記録がストップする。ロイヤル・ランブルに出場するも敗退。その後、 レッスルマニア23のマネー・イン・ザ・バンクラダーマッチに出場し、エッジらとカバンを争ったが、破れる。9月1日の ECW にて ECW 王座を獲得する。その後ジョン・モリソンやザ・ミズ、復帰したチャボ・ゲレロらと抗争する。2008年1月、対チャボ・ゲレロ戦にて、エッジの協力を受けたチャボに ECW 王座を奪われる。その後、 レッスルマニア直前のノーウェイアウトにてチャボ・ゲレロの持つ ECWO に挑戦するも敗退。翌週の ECW でも同タイトルに挑むが、またしてもチャボの前に敗れ、これをきっかけに e c w 王座を諦める。レッスルマニアとォ4で行われたマネー・イン・ザ・バンクラダーマッチで優勝し、マネー・イン・ザ・バンクを獲得する。 6月23日に行われたドラフトで RAW に移籍する。翌週の RAW でバティスタの襲撃によりグロッキーになっていたエッジに対し、カバンの権利を行使し、世界ヘビー級王者となる。9月7日のアンフォーギベンでチャンピオンシップスクランブル形式の世界ヘビー級王座戦に出場予定だったが、試合前のインタビュー中にランリオトンラの襲撃を受けてしま 出場不可能になるアングル上。出場予定だったスクランブル戦には代わりにクリス・ジェリコが出場し、ジェリコが世界ヘビー級王座を取ってしまう。後日ジェリコとのスティールケージマッチで世界ヘビー級王座をかけ対戦するが敗れ、奪還することはできなかった。その後はコフィ・キングストンとタッグを組み、オートンと共に襲撃したコーディローデスや、 テッドデビアス・ジュニアと構想を重ね、ローデス・デビアス組から世界タック王座を取りする。しかし12月に行われたハウスショーでジョン・モリソンザミズ組に王座を奪われる。世界タック王座を失った後、コフィとタックを解消し再びシングルに戻る。シングルに戻った後、IC 王者のウィリアム・リーガルと構想を重ねる。最初に行われた IC 王座戦はリーガルが、 反則負けになったが、GM のステファニー・マクマーホンが再戦を決定し、再戦でリーガルが反則負けになってもタイトルが移動する試合形式に変更された。翌週に IC 王座戦の再戦が行われたが、今度はパンクが反則を犯してしまう。この時代にまたしてもステファニーが現れ、次週に再再戦を行い、ノーディー級形式に変更して、 IC 王座戦を行うことを発表した。再々戦は激しい試合になったが最後はパンクが GTS を決めて IC 王座を獲得した。しかしレッスルマニアの2週間前に RAW で行われた JBL との王座戦に敗れ王座を失う。レッスルマニア XXV で行われたマネーインザバンクラダーマッチで2年連続優勝。マネーインザバンクを獲得する。 4月のドラフトにより、スマックダウンへ移籍する。移籍後、カバンの権利を行使しようとしているところに、馬賀の乱入に遭う。それにより馬賀と交想を開始する。6月のエクストリームルールズでは、サモアンストラップマッチで、馬賀に勝利しその後のエッジとジェフ・ハーディの、ラダー戦後に乱入し、カバンの権利を行使する。新王者となったジェフに勝利し、新世界ヘビー級王者となる。 以降、ジェフとの構想を繰り広げ徐々にヒール化していく。そして7月26日のナイト・オブ・チャンピオンズでは、ジェフに破れ王座を失う。ナイト・オブ・チャンピオンズでは放送終了後に、ジェフに握手を求めたが、翌週のスマックダウン放送において、ジョン・モリソンと戦い王座防衛したジェフを襲って、ヒールターン。その後も、ジェフの薬物使用歴やリスクの高いファイトを含めた。そこを避難。 彼を支持するファンにも説教をし始めるが、そのマイクアピールと矛盾する卑劣な暴行を背後からジェフに加え続けた。8月のサマースラムでは TLC 戦でジェフと世界王座を争い、ジェフから王座を奪う。しかしその直後、ジェフの倒れていた場所に休場していたはずのジアンダーテイカーが出現、チョークスラムを浴び撃沈、テイカーとの交想を開始する。 9月に、モントリオールで開催された、ブレイキングポイントでのサブミッションマッチでは、モントリオール事件を模倣したような結末となり、防衛に成功す。しかし10月のヘルイン・アセルではテイカーに敗れ王座を、失う。その後は、ルーク・ギャローズを、禁欲主義信者として従えアルトゥルースや、マット・ハーディーと抗争する。年が明けてからも飲酒、喫煙。 薬物を徹底して見下すマイクアピールを続ける。それに加えて、観客の中から一人を選びリングに上げ、それらを立ち自分たちの仲間、金欲主義社会、ストレートエッジソサイティ入りすることを誓わせ、男女問わず丸刈りにするパフォーマンスを行うようになる。その際に、リングに上げられる観客は、FCW の選手や地元のレスラーセリーナが、メンバーに加入してからは、丸刈りは行わなくなる。 その後は、レイ・ミステリオと抗争し、レッスルマニア・エクスビでは、敗退するものも、エクストリーム・ルールズでは、乱入の混乱に常時勝利した。5月23日に開催された、オーバー・ザ・リミットでミステリオに負けた場合はパンクは、頭を丸め、パンクに負けた場合ミステリオは、ストレート・イッチ・ソサイティに加入というルールで再び、ミステリオと再戦するが敗北し、髪を刈られる。 翌週のスマックダウンでは、狩られた頭を隠すために覆面をかぶって登場。しかしビッグショーに、マスクに手をかけられ、必死に守るもマスクを取られてしまう。また2月から開始した新番組、NXT では、ダレン・ヤングを指導する、プロ役として登場したが、あまり乗り気ではなかった。マスクを剥ぎ取られたことをきっかけにビッグ、ショーと構想を開始するも、8月15日の、 サマースラムでは、ストレートイッチソサイティ対ビッグショーの3対1のハンディキャップマッチに臨むも、弟子を捨てて逃亡し、敗北を招く。事後、弟子であるギャローズたちのことを考えない、自己中心的な態度が目立つようになる。9月3日のギャローズ対ビッグ賞戦で、ギャローズが敗北。これで、ビッグショーを倒せない怒りが爆発して、弟子のギャローズに八つ当たりし、g t s で沈めてしまう。 パンクの自己中心的な行動により、ストレートエッジソサイティは壊滅状態となる。その後エッジのスマックダウン遺跡に伴う保証で、トレードにより RAW へ移籍たことで、ストレートエッジソサイティは完全に消滅する。10月24日のブラッキングライツの番組、対抗戦では、アルベルトデルリオからホールを奪うがミステリオに、ホール奪われて敗退。この後から、 腰の怪我のため球場に入る。11月22日より、RAW のゲストコメンテーターとして復帰した。前年末より試合後限定で、ジョンシナを立て続けに襲い、その上で利害が一致したネクサスと手を組むようになる。だが、ウェイド・バレットのネクサス残留がかかった試合では、バレット勝利を阻止し、バレットはネクサスを追放される。そして自身が、 ネクサスのリーダーを務めるようになる。その上、新生ネクサスを結成するにあたり、メンバーに対し自らの思想を押し付け、制裁としか思えないことを行う。これを機にパンクを見限ったジャスティン・ガブリエル、キース・スレーターは、バレット側に寝返ってしまう。その後、ランリオートンと交渉し、レッスルマニア・エクスバイでの対戦が決定。ネクサスのメンバーを使いたオートン戦までの状況を、 優位に展開させようと試みるもパンク以外のメンバーがインオートンにパントキックを喰らい長期欠場となる。レッスルマニアではオートンにスプリングボード式ダイビングクローズラインをカウンターのアーコで迎撃され敗北。翌月のエクストリームルールズにてラストマンスタンディングマッチで再戦するがまたもオートンに敗北。後のドラフトでオートンのスマックダウン遺跡が決まり構想はフェード落とした。 6月20日の RAW でのトリプルスレッドマッチを制して PPV マネーインザバンクでのジョンシナの保持する WWE 王座挑戦権を獲得したが翌週の6月27日の RAW にてシナ対 R トゥルースの試合に乱入しシナを敗戦させると試合後に入場ランプに座り込み数々の批判をぶちまける大演説を行った演説では シナという人物は嫌いではないが、シナが最良の選択であるとする WWE 上層部への批判。その上でシナをィンスの機嫌取り役と批判。自身の努力は一切報われず、パンフレットの表紙やレッスルマニア PR ポスターや映画への起用がなかったこと、ザ・ロックこと、ドーエイン・ジョンソンが翌年の WM のポスターに起用されなど自身より、 OB が優遇される状況への批判。Hey, コルト・カバナ how you doing? コルト・カバナ元気かと述べ自分の友人コルト・カバナの名前を口にし、カバナがここにいないこうユニバースに示し会社の人事のあり方に対しても矢を向けた。唯一自身を認めてくれた、ポール・ヘイマンへの感謝。同じく、ヘイマン直近のスターだったブロックレスナーのようにウィーに見切りをつけ、 レスナーとの相違点として、WWE 王座をもって、WWE を去るという決意表明。WWE 王座をもって新日本プロレス野郎の、リングに上がるのも選択肢と述べ、ビンス・マクマホンを囲うイエスマンであるジョン・ローリネーティス、副社長や、世襲するであろう、ステファニー・マクマホンやポール・レベックへの批判などを述べた。自身とビンスの個人的なやりとりを述べようとしたところで、 マイクのスイッチは強引に切られ、WWE にとってのタブーだらけの演説は強制的に終了させられた。この演説で無期限出場停止処分を受け、WWE 王座挑戦も白紙となったが、7月11日の RAW では、ビンスとの公開ディベート上で5年間の長期契約をちらつかせ、ゴマを吸ってきたとぶちまけたでビンスに謝罪を要求。番組ラストでビンスは、 パンクに謝罪したが、パンクは、このようなスキット自体うんざりしていると言い放った上で、契約書を破り捨てるなど対、ビンスの態度を高下さた。また、シナの希望によって、PPV での WWE 王座戦はそのまま行われるよう要請され、ビンスも了承した。PPV マネーインザバンクにて、モントリオール事件再現を狙い、 パンクを敗北させようとするビンスの介入行為に、勝利への気持ちを切らしたシナを破り、WWE 王座を獲得し、公約通りベルトを保持した、ま、WWE を退団した。翌8月1日の RAW にて、オープニングで WWE と再契約を結んだ、発表。新王者、レイミステリオを破り王座返り先を果たした、シナの前にを現し、 WWE 王者が自身であることをアピールした。その後、新 COO のトリプル H によって、両者共に王者であることが認められ、8月の PPV サマースラムにて、両者の統一王座戦が開催さることが決定した。8月、サマースラムにて、特別レフェリーにトリプル H 迎えた、WWE 王座統一戦で、トリプル H の疑惑の最低を味方につけしな、 破り王座を統一したが、試合直後に、ケビン・ナッシュの襲撃を受けたところを、マネーイン・ザ・バンクの権利を行使した、アルベルト・デルリオによってホールされ、王座を失った。サマースラムの一件をすべてトリプル H の仕組んだ、策略であると主張し、プベウェイ・ナイト・オブ・チャンピオンズで、トリプル H が敗戦したら COO 辞任を条件に、下一騎打ちを了承させたが、当日の試合は、 ローリネーティス副社長派の介入によって試合をぶち壊しにされ、試合は反則最低なしのノーディー級戦だった、敗戦した。この剣を受け身の敵は、ローリネーティス副社長として、ローリネーティス副社長との交想を開始、またトリプル H と反副社長という点で利害が、一致し一時共闘体制を取り、10月10日の RAW でのストライキ騒動の際は、 トリプル H を支持し、番組に出演した。11月、サバイバーシリーズにて、アルベルト・デルリオを破り2度目の、WWE 王座を獲得。その後もローリネーティス派のザ・ミズとデルリオを、PPV でのトリプルスレッド戦でシリーズ受け座を、保持しとし起こした。ロイヤル・ランブルで、ドルフ・ジグフラーを破り王座を防衛しローリネーティス、副社長派との構想を終結させると、 クリス・ジェリコと抗争を開始。戦前に禁欲主義ギミックを否定されるという心理戦を仕掛けられたレッスルマニア28と PPV エクストリームルールズで王座戦を行い、二度とも勝利、抗争を終結させる。PPV オーバー・ザ・リミットを前にしてダニエル・ブライアントの抗争を開始。AJ やケインをも巻き込み7月の PPV まで戦いは続いたが王座を防衛した。 7月23日の r a w 1回目の特番にて、マネー権を行使し挑戦してきたシナとの防衛戦にて、ビッグショーが乱入し反則最低で王座を防衛。ショーを止めるためこの日特別出演していたザックがリングインすると、シナたちに目もくれずロックを襲った。サマースラムでは、ビッグ、ショーとシナを迎えたトリプルスレッド戦を勝ち王座を防衛。 9月3日の RAW にて、自身の唯一かつ、最大の理解者である、ポールヘイマンをマネージャーとし、誰かれ構わず、敬意を求めるなど暴走し完全に、ヒールターン、ヘイマンという頭脳を得て様々な策略による疑惑の決着などで、王座戦線を戦い抜く。ナイト・オブ・チャンピオンでは、シナのスーパースープレックスを喰らい、ホール負けしたかに、見えが、シナの肩もマットについていて、 ダブルホールであったと判定され、引き分けで王座を防衛。ヘルイン・アッセルでは、ライバックと王座戦を行い、レフェリーのブラッド・マドックスの急所攻撃から丸め込み、高速カウントで勝利。サバイバーシリーズのトリプルスレッド戦では後に、シールドと呼ばれるようになる3人の助けを受けなと、ライバックを退けた。PPV、TLC は、 膝の怪我のため出場をキャンセルしたが2011年11月の大座ダッシュから1年以上の長期政権を築いたまま年を越した。1月7日の RAW にいてザ・ロックと退治。この会社ではダニエル・ブライアンなどが評価されずヤシナが評価される。そして俺が評価されずお前が評価されるとロックを罵倒。ロックも応戦し、 ロイヤル・ランブルでの WWEO 挑戦を表明した。ビンス・マック・マホンはロックを支持し、シールドを介入させた場合は、王座剥奪の条件を提示した。迎えたロイヤル・ランブルにて、第三者の介入で、ロックがカウントアウトになり、勝利を手にしたかに見えたが、ビンスが現れ、第三者がシールドだったと断定し王座剥奪を決定しかけたが、 ロックが試合続行を要求し試合が再開され、抵抗虚しく破れ王座を明け渡すことになった王座保持期間は同王座歴代6位となる434日。エリミネーションチェンバーでの再戦でも敗れ、再点でのさらなる再戦をかけた試合をしなとも言ったが敗戦。しかしながらジアンダーテイカーへの挑戦するための予選である4ウェイ戦勝利して再点でのジアンダーテイカー戦を決めた。 彼のマネージャーポールベアラーの死を嘲笑ったり、重要な骨つぼを奪うなど挑発を行い当日を迎え、試合でも起きて破りの逆オールドスクールや首をかき切るポーズで挑発し、テイカーを激怒させ、全力を出し切らせた上で敗北した。6月16日 WWE ペイバックにて復帰し、クリス・ジェリコ相手に勝利した。翌日の RAW にてマネージャーであるポール・ヘイマンに、 俺は、レスナーやカーティスと違う。だから、すべての試合のセコンドにつかなくてもいいと告げ、ヘーマンと衝突。そして、アルベルト・デルリオ戦に勝利後、突如同じヘーマンの顧客ブロックレスナーが現れ、会合を浴びせられた。翌週以降は、カーティス・アクセルも交えた、複雑な人間関係に翻弄れる。7月14日、WWE マネー・イン・ザ・ンクにて6人参加の、 マネー戦に出場したが、ポールヘイマンにラダーを登るのを邪魔され敗北した。翌日の RAW にて、パンクが前日の試合について、ヘイマンを呼びつけディベートを行ったが、ヘイマンの演説終了と同時に、レスナーが登場、またしても介護を浴びせられた。これにより、パンクはヘイマン一派と完全にたもを開け、ベビーターン氏一派との抗争を開始、サマースラムで、 レスナーとノーディー級戦を行うが、ヘイマンの介入を受け敗北。ナイト・オブ・チャンピオンズでは、ヘイマン、カーティスを相手にしたノーディー級ハンデ戦に挑んだが、ヘイマンの新たな顧客ライバックの介入を受け敗戦。バトルグラウンドでは、ライバックに勝利し、反撃を開始し、ヘルイン・アッセルでは、ヘイマン、ライバックとのハンデ戦に挑み勝利し、ヘイマンを制裁し一派との交想を終結させる。その後、 ダニエル・ブライアンと共闘し、サバイバーシリーズにて、ワイアット・ファミリーと戦い勝利した後、パンクはシールドに強襲され構想に入りでは 1VS3 のハンデ戦に挑み、ロマン・レンズとディーン・アンブローズの小爆の隙を、突き勝利した。1月6日の RAW オールドスクールでは、ロディ・パイパーの、パイパーズ・ピットに登場。しかしシールドの乱入でその場をぶち壊しにされた。 そこにニューエイジアウトローズが救出に入り、共闘体制を取りその日のシールドとの試合には勝利した。しかし翌週の同一カードでの再戦でアウトローズに裏切られ敗北。1月14日のスマックダウンにてケインに襲撃されトリプル H 派閥本体オーソリティとの抗争を開始。1月26日のロイヤルランブルにて一番手でリングインしファイナル4まで勝ち残っていたが、 先に失格になっていたケインの介入によってリングから落とされ失格となった。1月27日ローの生中継の直前にビンスマクマホンに試合に出ないと伝え会場を後にして職場放棄を行った。WWE サイドは2月17日の RAW の放送前にパンクはまだ WWE を離脱したわけでないと説明した2011年7月に3年契約を結び2014年7月まで契約が残っているためと主張。しかし3月3日の RAW オープニングでパンクのテーマソングが鳴り響く中ポールヘイマンとロックレスナーが登場。ヘイマンが残念ながら諸君たちの待ち望むパンクはここには来ない。 諸君たちはもうパンクの姿を見ることはないだろう。そのことでパンクを責めるのは間違いである。すべては諸君たち自身の責任だからだ。などと力説した意外的にパンクの復帰が難しいという見解が発表された。6月、シカゴ市内で開催の PPV ペイバックの開催日には同じシカゴ市内で開催の NHL シカゴブラックホークスの試合を観戦していたという。 そして、契約公開のないまま7月16日未明に、WWE のホームページ上の WWE、スパーストアーズの項目から削除され、それが対談の発表となった。後に、パンク自身が、WWE 上層部との対立がきっかけで、解雇されたと明かした。契約満了後パンクは、周囲のごく親しい人物に、プロレス界から引退したと語っているという。 12月6日、u フック181の中継に登場し、インタビューを受け、u フックと選手契約を結んだと公表された。9月10日、u フック203にて正式に、u フックデビュー、ミッキー・ガルと対戦した。試合は、開始からパンクの防戦一方で、2分14秒にギブアップで、ガルに乾杯した。日本人レスラーの得意技を多用する選手として、 知られる。CM パンクは2014年11月、自身の対談について、友人のコルト・カバーナがホストを務めるラジオ番組にて、語った。彼の主張による、対談の経緯は、以下の通りになる。パンクは WWE を対談するつもりはなかった。不傷や病に悩まされていたにもかかわらず試合に出続けることを強いられた上、 ドクターのずさんな診断で危うく生命の危機に瀕したこともあった。彼は背中の腫瘍を取り除く手術の後休養が必要だと訴えたが団体側はすぐにサーキットに参加するようにと命令するなど次第に健康面での不安を抱えるようになっていた。WWE はレスラーの健康を管理保護する気がないとも述べ論拠として選手会のような組織が存在しないことを挙げた。 ストーリーラインやビジネス面でも、パンクは、不当に搾取され続けたと主張している。トップレスラーとして、フルタイムで働いたにもかかわらず一度もレッスルマニアのメインを払ってもらえず、給料は、ジョンシナは、愚かレスラーとしては、スポット参戦しかしないトリプル H や、アンダーテイカーより低かった。また、地元シカゴのユフック大会で、 チェールソネンのセコンドに就きたいとビンスに提案し、ビンスはそれをあんな野蛮人のすることと却下したが、数週間後トリプル H がフロイド・メイウェザーをリングまでエスコートしていた。その他にもスポンサー契約がビンスの圧力でレスナーに流れたり、映画の主演がオートンに急遽変更されるなど理不尽なことを多くされていた。彼の給料はだんだん減っていったため、 弁護士を雇って、ようやく要求していたものすべてを手に入れることができた。和解の内容については弁護士に口止めされているが、団体側は、個人事業主であるレスラーとの裁判が存続の危機に、関わるとして恐れていたと話している。職務放棄の数週間後に2ヶ月の出場停止を言い渡されたが、それを過ぎても連絡がなく不審に思った。彼は、連絡を持とうとしたが、 6月に交際していた AJD との結婚式当日に解雇を言い渡れた。ポッドキャスト内でパンクは、トリプル H がビンスと結託して、自分の活動を妨害していたと主張した。また、ライバックの試合で何度も負傷したことによって、彼を非難している。WWE はパンクがライバル団体のティネに行くのではないかと恐れていたが、彼の弁護士は、 パンクはすっかりプロレスに嫌気がさしており、今後彼がプロレス業界に戻ることはないと、下駄という。このインタビュー後、特に口を極めて罵られたビンスとトリプル H は、スティーブ・オースチンが主催する番組で別々に、語っている。ビンスは解雇通知を、結婚式当日に送ったのは意図して行ったわけでは、なく、企業の管理不足で大きな間違いであったと認め、謝罪した。 復帰についても、もしも本人にその気があるなら喜んで受け入れる、と発言した。トリプル h はパンクが入団した際に、彼の悪い噂を聞き思わず皆の前で罵ったことがあったが、神に誓って彼を侮辱するつもりはなかったと釈明した。2011年6月に収録中にパンクが行った、通列な体制批判についても問題はなかったものの、 ビンスの仲介などで次第に誤解が生じたと推測している。また、トリプル H は彼を不気味な猫のような奴で誰とも話さないしコミュニケーションしようとしない人物と評した。しかし、ビンス同様パンクの復帰には好意的であり、ファンが望むのであればそれはベストなことだと受け入れる態度を見せた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。